カラヤン島はフィリピン諸島北部バブヤン海峡に浮かぶバブヤン諸島の島。ルソン島北部のアパリから 100km ほど北に位置し、南西 25km ほどの位置にダルピリ島、南 40km ほどの位置にフガ島が存在し、南東 50km ほどの位置にカミン島、北北東 40km ほどの位置にバブヤン島が存在する。 島の面積は196平方キロメートルほどであり、カガヤン州カラヤンに属している。島内には、パブレーシアン、チェントロツー、バラトゥーバット、ディベ、ダダオ、マグサイドルなどのバラン街が存在する。2007年の時点では人口が8919人だった。島へはアッパリから船が出ている。島は長いところで22キロメートル、幅は14キロメートルほどであり、 島の周囲は浅い浜が多くなっている。島の地形は中央部の標高が高くなっており、543メートルのカラヤン山、429メートルのロンガベイワナン山などが存在する。島の植生は農地や厚い熱帯雨林などから構成されており、島内中心部は低地多雨林になっている。菓子ではタコの貴族が生える。2004年には、 島内固有のカラヤイクイナが発見され、以降この島を自然保護区とする試みがなされており、2011年にはカラヤン議会が島内29平方キロメートルを覆う野生生物保護区の設立条例を通過させている。台風で座礁したフィリピン軍関東の北部は岩礁を回り、1981年には台風20号クララの影響で、 フィリピン海軍のフリーゲートだとカランチャウが座礁している。NSCB の統計データハット D ・アラン、C ・スパニョーラ、G ・ブロード、C、オリベロス &JCT、ゴンザレス、ニューバードレコーズフォーザバブヤニアイランズ、フィリピン、インクルーディングツーファーストレコーズフォーザフィリピン、ホークテイル22、5770、マウントノンガベイワナ・アウフピークリーハット、カライオンレール、 バード・ライフ・インターナショナル、二千十四年九月十三日閲覧。ありがとうございます。